今回は自分に折れるというお話です。自分に折れる。次の何か新しいことができる人というのは、今までやってきたことを一度ゼロにできるかどうかというところにある。新しいことを始めるには、今までのことを一度捨てなければ新しいものは自分に入ってこない。折れることは突き詰めていくと、自分との関係にどう折れるかというところへ行き着く。自分をどうコントロールするか。自分に折れるためにおすすめなのは、いつもと違うことをしてみること。1週間の区切りでテーマを作って、強制的に自分に行動の変化を課す。慣れきった自分の習慣を変えて、自分に折れて違うことをしてみる。これまで目に留まらなかったことに目が留まるようになり、気づかなかったことに気づくようになる。人から勧められた本を読むとか、そんなことでもいい。今までの自分と違うことをやるのが、何かのチャンスにつながるかもしれない。折れる力。流された方がうまくいく。吉田照之著。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねをいただきますと、今後の励みになります。